はい、というわけで今日なんですけど、いや、どうしようかなと思ったんですよ。いや、どうしようかなと思ったんですけど、僕の後ろのバイク見てもらいます？これがさ、テンスラコラボのバイクなんですけど、最終形態じゃないですよね、実は。無駄にさ、案件でさ、最終形態を乗らさせてもらっちゃったもんだから、なんか自分のなんかこれがなんかしょぼくてしょうがない。しかも性能もさ、落ちるじゃん。3人乗りになったり、なんだ、あとは速度、性能も全然上がるわけだから。というわけで今日は何としてもね、最終形態、ちょっとさせていただこうかなと思って、最終形態になるまで終わりまでやってことで、ありがとうございます。あらす、いやー、これ、今更やる？今更やるかっていうところなんですけど、まあちょ、一旦ね、これね、どうせやるなら動画化しようと思ってね。まあ、興味ない方は閉じてください。こっからは、興味ある方だけ見てくれたら、ありがとうございます。よし、行きましょう。これね、テンスラのこれなんですけど、まあ、3段階あって、青から黄色になって、黄色からピンク色になるわけなんですけど、これをね、上げるのに、なんか変な特殊なチケットが必要なわけなんですよ。車ね、金チケをね、1枚ね、持ってたんですよ。だから、あと2枚、なんか3枚必要だみたいに言ってたんで、あと2枚でどうしようかなと思ったんですけど、これ。これの電動ショップからピースでこれ交換したんですよ。これ2枚。はい。これ2枚交換して、たまたまあったんで、2枚交換して、3枚、今ね、チケット持ってる状態なんで、まあご了承ください。さあ、というわけでそっからでもやっていきましょうか。乗り物バイクね。いやー、やっぱこれはね、めちゃくちゃ強いですよね。階級も電動より上行くし、性能も電動なんか目じゃないし、ほんと強いかな。ちょ、語彙力どっか行ったな、俺。今昼寝してたんで語彙力が吹き飛びました。はい、それしょうがない。ご了承ください。行きましょうか。これ2段階目が、このチケットが50枚必要で、俺今25枚持ってるんだ。どっから手に入れたん？で、200枚。これチケットな、4枚ってこと？えげつなくね？レベルアップしようと、なんか分からんな。キーランクとか、まあ、正論に関しては分かりますよね。まあ、レベルが6000から9100に変わって、まあ、最高速も、まあ、3キロアップして、まあ、動力、回転角度とか、まあ、いろいろね、安定感とか、まあ、全部の性能が上がるわけですよ。で、2人乗りから3人乗りまで上がっちゃうわけだ。うん。で、発射？発射ってなんだこれ。あ、そうそう、助手席はボン飛ぶやつね。あれもなんか、距離が増えるみたいな。接続時間もなんか、なんか強くなると。レベルアップ。車両レベルアップチケットが175枚足りません。乗り物、引換券、高級3枚使用して、150枚交換しましょう。交換成功。あ、待って、あれ？え？待って、足りない、足りない。あと25枚足りない。え、待って、どうしよう。購入ができるんだ。購入ができる。25枚ね。25枚ってことは、4500で足りるよね。これたまたま余ってた4500金券なんですよ。うん、なんか多分ガチャの時になんか余ったんだと思う。いきます。これ4500個。これたまたま足りたら奇跡じゃね？実質無料みたいなとこあるからね。25枚、25枚、25枚。いける！あ、3750金券。安い！バン！いきます。はい。シェイ！これで、いけるわけだよね。あ、200枚来た！いきます！待って、こっから見たいよな。こっから。これで、こうなって、うん、なんかめんどくさくなってきた。こっから見たいって言ってた割にはちょっとめんどくさくなってきたんで、はい、行きます！よいしょ！よし、来たー！いや、無料でこれ取るのはでっけえなー。ただ、金時期がまたゼロになったんで、まあ、次なんかコラボ来た瞬間にも積むってやつね。まあ、これで OK でしょう。いや、これは嬉しい、普通に。来た、来た、来た！いや、これマジでさ、お借りしてたやつだったから、なんか変な気持ちなんだよね。どうせ俺持ってねえんだよなと思いながらさ、これ、うわ、ピカピカしとるで。これ今、なんか蜂蜜みたいな出てるやん。マップにさ、蜂蜜。で、所定で蜂蜜を取りに来るやつらがいっぱいいるので、蜂蜜狩りしましょう。蜂蜜狩り狩りしましょう。蜂蜜狩り狩り。倒れるだけで腹筋は残る。ちょ、もう邪魔だって、お前。邪魔すんなって、こいつ。よし、じゃあバイク乗り行きましょう。いやー、でもよかった。なんか、心残りだったんですよね、どっかね、心の中で。まあ、心残りあるあるだったんで、本当にほっとしたわ。とりあえず一旦ね。これはね、ここかな。木のなんか、ふもとに蜂蜜があるんだけど、蜂蜜を取りに来たら、蜂蜜なんかいらないから別に。蜂蜜を取りに来たやつらを、バン抹殺していくと。まあ、そういう感じでやっていこうと思います。さあさあさあ、いきますよ。はい。チャーシュー麺！はい、これ届かなくないよ、これ。若干届かないような気がするけど。まあ、届かなかったらというか、初手で敵が来なかったら、それはそれで、もう取っちゃいましょう、蜂蜜。なんかバインド金券もらえるやん、これで。60バインド金券ぐらいもらえるよね、確かね。で、なんか全部集めると、単発数回引けるみたいな。おっと、来てる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 。トウモロコシがいるよ、トウモロコシ。ガチで来てる。あと、これは、トウモロコシ。あー、待って、どこだ？トウモロコシ。はい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 。よいしょ。
よしよしよし、来た来た来た、オッケー。これ絶対枯れるから、ここ。どこ行った？多分今ね、海の中いると思うんだよね。もう出てこないと、ほら、お前息吸えなくなっちゃうぞ、おい。あれ来たよね。あれ来たと思うんだけど、あれあれ誰も来ない。ガチでいなくね？いや、これさ、蜂蜜ガリガリ、他にもいるんじゃね？俺の他に。いや、これ、俺来てたから避けたか。俺が取りに行くか、じゃあ。こんなとこさ、誰もいなかったらさ、アホやん、俺。行くか。待って、これ行って俺が殺されたら、ミイラ取りがミイラになっちゃったパターンだよ、俺。俺取りに行くか、これ。あった、蜂蜜あった。え？蜂蜜って何個かあんの？え？しかもこれ、死体箱あんだけど。どういうこと？蜂蜜。ほら、死んじゃってるよ。全部こう拾って。これ絶対浮上できなくなって死んだでしょ。絶対そうだよね。死ぬ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 。そういうことだよね。自害を選んだか。かわいそうなやつだな。残り人数が半数になりました。うん。そんなにな、なんか思い詰めてるんだったら俺に相談してくれよかったのにな。今回だけ勘弁してくれるとは。勘弁しないけどな。てか、蜂蜜初めて取ったんだけど。お母さんに電話しようと思います。蜂蜜取れたよっつって。いや、でもさ、普通自害選ぶかそんなやつおるの？初めて見たんだけど、自害選んだやつ。これ蜂蜜、なんか使うことができるの？え？魔王ミリムを一撃で倒すことができる。いや、魔王ミリム出てこねえだろ、これ。普通のツッコミしてるけどさ、魔王ミリムが嵐の半島に出てこないんで、意味がありません。はい。真面目かっつって。あ、そうか、あれか。自害しちゃった方が、自害というかさ、取られる前に死んじゃった方が、いいのかな？もう手に入るのかな？一回手に入れば。どういうこと？一回手に入れば手に入るのかなって。小泉進一郎みたいなこと言うけどね。よっしゃー。あ、待って。この銃を手に入れたってことは一回見とく。これほんとかっこいいよな。おい。さあ、飽きるまでこれは毎回見ていこうと思います。ほとんどの実況者さんこれ持ってないんだよね。残念だわ。よし、行きましょう。差別化を図るね。他の実況者持ってないだろう。俺は持ってるんだよ。つって。なんか性格悪そう。さあ、とりあえず行きますか。待って、こんな、クーペとかどうでもいいんだ、今回は。今世紀最強のバイクよね。まあ、ただあのバイクの真骨頂としては、一人おっとバイク見つけたわ。一人でやるより、二、三本、四本ぐらいでやるのが多分一番いいんだよ。おぉ、かっこよすぎだ。ちょっと見たい見たい見たい。おオーラがまとってる。かっこよすぎだろ、これ。待って、これはかっこいい。あの、案件の時さ、普通に使ってたんだけどさ、なんだろう、心をさ、無にしてやってるからさ、全然なんか嬉しさがなかったんだけど、これ嬉しいわ。やっぱアイテムってさ、自分でなんかゲットしたら嬉しいよね。昔ね、昔。今はなんか全然ない話なんですよ、そんな。暴露するけど、昔の話を。昔さ、よくミーティングがあるんですよ。公認実況者になると、運営さんとのミーティングってのが、まあ定期的にあって、まあそれでさ、まあなんか最近ガチャ代がきつくなってきてるから、まあ費用対効果がなんかちょっときつくなってくるって言ってた人がいて、ガチャ代をね、運営さんの持ってくれないある程度の一部でいいのに持っていただけませんかってお話をしてたんですけど、やっぱりね、思う。ガチャ代は自分で出してなんぼだなと。でも運営さん正しいね。別にさ、ビジネスガチャでもよかったんだけど、まあ、ある種ビジネスガチャみたいになってるけどね、今ね。ビジネスガチャでもよかったんだけど、やっぱりね、そこには感情が入るのが難しい。やったーとかさ、うんなんね、当たり障りないやったー誰が聞きたいね。心の奥からねじ伏せるような。なんだろ、ちょ待って。新たな安全地帯が確定しました。どこだ？あれ？おー、待って待って、お前絶対ボットだろ。許さん。ボットは死ねえ！ビビらせやがって、おい、ボットよ。待って、なんか来た。待って、俺のバイクが。やばいよ。逃げる。一旦離脱。オッケー。逃げれる性能。いや、こいつはもうやるしかねえな。待って、ここで死にたくない。ここで死にたくない。ここで死にたくないよ。待って。そうやって、お前、車から降りてすぐ撃とうとしてくるやつ。ガソリンやばい。ガソリンの存在忘れていた。待って。どうするかこれ。一回ここで、入れさせてもらって。いや、あいつやりてえけどな。ちょっと強そうだな。でも無理する必要ねえよな。やめましょう。なかなかいないよ。うん、実況者だよ。無理しない実況者。またこれ取りに来るこいつ。あ、来た来た来た。来たわ。待って、アイアンサイトで草。待って、この車目立たねえか。ちょっとお目立ちがすごいんだけど。なんか来たな。スライム来たな。スライムもスライムでだるいよね、これ。ちっちゃくなった時は、よいしょ。命中していく。またこれやれるかな、スライム。いた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 。死ね死ね死ね。あれ死んだ。またい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 た。どこだ、なんかいるよね。なんかいる。なんかいるよ。命中してる。おい、400m タイマー。あ、ばばばばば、負ける。あかんて、危ねえ、目の前で卵が炎上。おい、
なんか鉄の塊みたいな汚いんだけど。俺の大切な車が。これまずくね？やばいよ。やばいよ。やばい。撃たないで。来た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 。来たなぁ、おい。ここでエンディングか？ご視聴ありがとうございました。やばい！こんにちは。新たな安全地帯が確定しました。結局何が言いたいかっていうと、スライム最強だから、うん。それをちょっと見せていきたいと思います。これちっちゃいうちはクソ雑魚なんだけど、大きくなった瞬間に最強になるから、古速に生きていきましょう。さあ、レベルアップ。憎き人間ども。スライム界代表して俺が、ボコボコにしていこうと思います。よし。PS なんてな、無駄な世界だ。お前らを誘ってやるから。まさかこっち来ないよね。まさかのこっちから来ないよね。向こう行け、向こう。向こう行け。そう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 。来たわ。こんにちはんこそば。うまい人っぽく立ち振る舞いやがってよ。よしよし、いいよいいよいいよ。よし、スライム、援護しろ、スライム援護しろ。スライム2体？スライム2頭、2頭なんだ ?2 体、2個。2個か、スライム。スライム2個対1人。ゲルトンって言ってた。危ない、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。あべし！俺に任しとけ。ハルパパに任しとけ。文句あるなら俺に言え、俺に言え。くだらないライムは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country ホログライステージも淡いな。